the great adventure of Nasty! Nasty の大冒険 YouTube 版。世界の屋根、ヒマラヤ山脈。ヒマラヤとは古代サンスクリット語で雪の住まい。地球上で8000メートルを超える高峰は全てヒマラヤ山脈に集中しています。その中央部を占める国ネパールは、実は亜熱帯に位置する山岳国。そこには計り知れないほど多様な世界への入り口がありました。そのネパールの中で今回向かったのはヒマラヤの奥地、ネパール北西部、アジア最後の秘境ともいわれるドルポ。この地域で私たち取材班は足掛け2年にわたってヒマラヤに出向き、厳しい冬のドルポを含めた密着撮影を行いました。ヒマラヤに生きる純粋なチベット文化を色濃く残す最後の秘境。近年まで外国人の入国を拒み続けたドルポ地方の厳冬期、そして越冬がテレビカメラに収められたのは今回が世界で初めて。大自然の中で人々はどのような暮らしをしているのか。我々はこの地に住むという幻の民との出会いを求め、ヒマラヤへと旅立ったのです。氷と雪に閉ざされた秘境の地、天空のヒマラヤ部族、決死の密着取材150日間。スタートのドゥネイ村を立ってから12日目、ティンギュー集落まではあと2日です。寒いですね。一段と日々寒さが増していく。朝食は持参したラーメン。うまいかな。行きましょう。今日もまた。すいません。お願いします。再び険しい山道を歩き始めました。昨日はマイナス15度ぐらいになった。あ、みんな凍ってるね。あ、夜ですか。夜。あ、テントの中で10度ぐらいだったから。あ、その先右の奥の方はそれだ。空気は薄く、周りの峰々から激しい風も吹きすさびます。ついに最後の峠チョイラに到着しました。この峠を苦労して乗り越えてきた山の民やその先祖がそうしたように、一行はここで立ち止まり、今回の旅が無事進んでいることを神々に感謝します。全部山見える、うん、わあとはもうずっと下りこの谷を、はあ、うん、で天球まで出た。そうです。この峠から先が奥ドルポと呼ばれています。深い谷を抜けると今は人影もない放牧場がありました。高度が下がってきたため、
空気の暖かさを感じることができます。今日は朝7時に立ち、午後の4時に居を構えました。かなりの距離を歩きました。みな疲れ果てています。歩きすぎて膝が痛いよ。13日目の朝。寒すぎません？寒すぎて持ってるもんな。アイス、いやアイス。油も凍ってしまいます。早く食べないとこれも凍るんですよ。凍っちゃった。すぐ凍りますよね。天井が凍りました。この湯気だね。湯気が凍りました。湯気で天井のレンズが凍りました。フィッシュ見てください。フィッシュバリ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 。そう考えると人間強いですよね。凍らないですもんね。人間凍らないですもんね。太田さん凍ってないです。凍ってるよ今。凍りっすよこれ。峠を無事越えれば、あとは目的の滞在地天竜集落までひたすら下るだけ。天竜の入り口。ここから先は西王の集落、天竜集落。天空の民たちの領域です。わあ、見えてきた。13日間かかりましたね。歩き始めてから13日目、ついに最終目的地です。このドルポって町はアジアでは最後の秘境って言われてるのは確かです。あそこの天竜村って見えてきましたけど、あそこがアジアの中で一番あの原始の生活を送っているのは確かです。やっと天竜着きました。着きましたね。わあすごいな。ここが天竜村の入り口ですね。ドルポで最も奥にある天竜集落に到着。村の入り口にはチョルテンと呼ばれる仏塔を兼ねた門が。すごいですよね。歴史的な門だけど当然のようにあるんですよね。ここにこうやって歴史的に価値あるものがもう簡単に残ってるんですよね。こうやって分かりやすいです。山と山の山あいにできた集落、天竜村です。人口500人ぐらいのちっちゃい村です。山岳民族が住む村です。すごい高かった。すごい広いこの村、この集落。上空から眺めた天竜集落は砂を巻き上げる乾燥した風が舞っていました。この村来ての初めての友達です。まもなく雪に閉ざされる厳しい冬がやってきます。ただ実は今回の訪問はこの集落に荷物を置きに来ただけ。なんと取材班は一旦日本
にと帰り、冬にまたここを訪れ、村の密着取材を始めるのです。1月、取材班は厳冬のドルポを採訪するため小型飛行機でドゥネイ集落へ。今回は運針月星の山の民が行う世界でも類を見ない奇祭、さらに年越しからお正月にかけてを密着取材するのです。すでに高度は4000メートル、希薄な空気と寒さがきつい。真冬のドルポは周囲を氷に閉ざされ孤立してしまいます。さっきマイナス14度になってました。僕ちょっと顔も凍りそうです。この見ると、あの氷河期の世界ってこうかなと思ってますね。ああ、そうですよね。人類誕生の前のね。ここ海底ですもんね。うん、そうですね。化石が出るんですよね。そうですね。知ってました。ここ海の中だったんですよ。ヒマラヤはかつて海の底でした。インドア大陸を乗せたインドプレートが、ユーラシア大陸を乗せたアジアプレートの下に潜り込み、そして隆起が始まり、ヒマラヤ山脈が形成されました。かつては海の底だったことを物語るアンモナイトや三葉虫の化石が。雪の下は幾重にも重なった氷の層、歩きづらい。川凍ってますね。アイススケートできそうなぐらいカチカチですね。表面の氷が残って中から水分が高いんで溶けて流れ始めるんで、中の川が流れ始めてる。外側はまだ凍ってる。一日中歩き、この日の滞在地に到着しました。の朝、ヒマラヤから吹き下ろす寒風が骨身にしみる。この日の天候は最悪。天候はどんどん悪くなるので早めに出発した方がいいでしょう。でもとても心配です。ここからは危険な道です。雪崩があるかもしれません。この先へは村の住民を伴い進むことになりました。待ち受けるのは5000メートルを超える山、深い谷を詰めて奥ドルポへと向かうのです。今日からあの山を越えてきますから、ずっと。そう、奥に人が住んでるんですよ。取材班は難所を迎えました。標高5050メートルの峠越え、しかも荒れ狂うほどの猛吹雪、視界も遮られます。初めての間違いなく世界で初めてです。あ、滑る。うまいですよね。この下がもう全部氷なんで滑っちゃうんですよ。ゆっくり行きましょう。
車も慣れてないから行きやばい。だいぶ遅いですね。詰まっちゃって進むのは遅いですね。今回は何の運転だ。朝ロクロウンキマンカーやれやれじゃおんのたでとがしるどがでろたわちにいれカモメティタやっぱでちゃとんとんまつたみどがたわちいるぷらたじゃぶすすんでらんごたわちいるぷらでで、これやっぱでしゃけんかわちいるぷらたわちいるぷらたわちいるぷら차바 짜네 따마 째째 찌데 망부 시수사 다들 시간 나두와 뉴파로 기 파쇼라 추파가라 거기から 峠 までは 何 시간 3시간 이상 3시간 이상 됐어 峠 越えて から 向こう가 大変 나무 나왔てるぞ って 地元 の 方が 言ってます 네 계속 나 좋다 これが 危ない 이왕 全然 스마 약でも 간단히 登ることは できません。この過酷な地を休みなしに10時間歩き続けました。しかし足を止めるわけにはいきません。秋にも訪れたチョイラの峠を越えなければ再びティンギューの集落にはたどり着けないのです。真っ白だ。もう何も見えない。後ろ振り返っても5年ぶりだという大雪。辺り一帯雪景色。真っ白。確かに見えない見えないですよね。ここは冬の旅のルート全体で最も高い場所です。本当にたどり着くことはできるのでしょうか。大変やってました。今回は褒めてるよね。大変だって。こっちのポーターの人も大変なんですね。この雪だと基本じゃ大丈夫です。我々負けてないんで大丈夫です。凍った川は滑りやすい。吹き溜まりに足を取られなかなか前に進めません。ちょっと太陽出てきたな。雪は止みましたが風が強く雪煙を舞い上げます。
荒々しい景色が続く中、思いがけず野生動物が。ブルーシープです。ヤギや羊の原種と言われますが、今ではその数も少なく、希少動物として保護されています。冬寒い時期だからブルーシープもなかなか逃げないんだ。こんな近くでとっても逃げないですね。出発から3日、道なき道を歩き続け、外界からの侵入を拒み続けた厳冬期の峠を越え、神宮集落に到着。何やってるの？着いた喜びから雪食ってますああ何やってる？風呂入ってます湯加減どうですか？すごい寒いです。人口大体約500人ぐらいの集落です。ここが山岳民族の集落、標高4300メートルぐらいの場所ですね。に住んでいるドルポ族の冬厳冬期の様子です。多分撮った人いないんですよね、カメラで。やっぱり冬はこれじゃないの。6番民族衣装ですね。6番外側が本当は羊の皮だったんだけど、最近はウールになってるらしい。高そう。みんなこの衣装ですね。この集落では何世紀もの間変わらない生活を送っています。年の瀬が迫っていました。ロサールと呼ばれるチベットの暦の正月が近く、彼らは新年を迎える準備に追われていました。明日の祭りの練習ですよね。世界で初めてテレビカメラがこの祭りに入ります。仮面祭りはティンユーが集落として成立した400年以上前から脈々と続く祭りです。祭りの朝を迎えました。村は一面の雪化粧。着てるもんも多分一番いいやつを着てくる。全員ですかね。おしゃれ人。へえ。わあすごいあったかい。重た。やっぱり今日は。ロッパ着ないかって言われて着たしてもらってるんですよ。めちゃくちゃ重いです。5キロ以上あるんちゃうかな。この赤い草は本当に冷やしチベットの、ね、カム族っていう。祭りの舞台は集落で一番高い丘の上。ドルポの既婚女性がかぶっているのは真鍮などでできたティプーと呼ばれる頭飾りです。本当町中の人が全員来るんです ね。これは年1回今いないと取れないんですよね。そうですね。ナマステ。直通出たら走ってね。はい、ハンデバ。400年以上続くと言われる奇祭仮面祭りが始まります。世界初となる映像です。ナス D の大冒険チャンネルではいろんなことに挑戦中。皆様チャンネル登録お願いいたします